Thank you.
なぜだ。なぜ今頃こんな奴らと現れて、お前までがわしの計画を邪魔しようとするんだ。そんなんじゃないよ父さん。僕はただ父さんの嫌っていた僕の体が健康になったから、父さんたちに一目見てほしくて。ふざけるなピリポ。お前がゴルゴダの牢獄の囚人たちと脱走し、臆病にも逃げ回っているという噂はわしの耳にも届いておるぞ。しかもそんな情けない奴隷の姿なんかに変わり果ておって。あなた、もうやめてください。母さん。パルタがこの村を出て行ってからのあなたは、ことあるごとにピリポの話ばかり。あなただって本当はピリポのことを心配していたんでしょ。誰がそんな邪悪なことを。あなたがこの村をわざわざこんな場所に作った理由だって、元はといえば弱者に住みやすい村を作ることが目的だったはずじゃありませんか。だったらなんで父さんは案内者なんかの言うことを。若者や子供の数が減れば減るほどこの村が衰退していくのは目に見えているっていうのに。この地方の新しい領主に強欲のマモン様がなられて以来、今までの何百倍もの年貢が取り立てられるようになったのよ。それにあなたの弟のパルタが行方知れずになってしまってからは、この人はお前の心配ばかりをし始めてね。お前が村民たちから弱者の罪に問われたりしないようにと送り込んだあの場所から、一日も早くお前を呼び戻せる日が来るようにと、父さんはこの村を弱者が住みやすい村に変えようとしていたんですよ。うるさい。お前は黙っていなさい。まあ何にせよ、これだけ子供の数が減り続けておるときに老人たちの心配ばかりもしてはいられまいて。だが彼らはこの町を作るのに貢献した功労者で。まあ待て。この世に存在する動植物は全て自分自身の子孫をより多く後世に残すことを最優先にするように作られておる。しかるにこの村ではこれから先の世の中を作っていくべき子供たちを増やすことをないがしろにしすぎているとは思わんか。まあこれからの村づくりはせいぜい子供たちを産みやすいような政策に変えていくにしても、それで自分の子孫たちが増えていくと思えれば、老人たちとて無下には反対もするまいて。お主自身が何のかんのと言いながら自分の子供を心配しておるのが、その何よりの証拠じゃ。果たしてそいつはどうかな。黒い羽のじいさん連中があって、みんな自分の都合のことしか考えてねえからな。だったらそんな輩はお主が切り捨ててやればよかろう。何せ巷ではお主は正義の味方などと呼ばれておるらしいからの。ピリポね、父さんの気持ちが分かったんならうちに帰っておいで。その白い羽のことだってお前をかばうためなら父さんは何だってするんだから。父さん、母さん、この旅は僕にとって自分自身を見つけるための旅でもあるような気がするんだ。だけどこの旅が終わったら僕は
僕は必ずこの村に戻ってくるよ。みんな、僕のために道草を食わせてしまって本当にごめんね。いいってことよ。それにお前の親父もお前に似て案外邪悪な人物だったみてえじゃねえか。それになんだか昨日までよりさらにお前の男前が上がったような気がするぜ。まあお前と比べれば蛇でも100倍は男前なんだが。なんだと貴様。まあまあとにかくこの丘を越えればいよいよ大邪神の鎧があるとユダが言っておったパンデモニウムの町じゃ。ここからは一層気を引き締めてかからねばなるまいて。ねえ、なんだか僕にも君が言っていた愛とかって言葉の意味が少しだけ分かったような気がするんだ。父さん。